捕虜となった竹長隊の将兵とオーストラリア軍の兵士たち。アイタペに空輸される前に撮影された写真。左から3人目のオーストラリア軍人が小隊長の CH マイルズ注意。竹長事件は太平洋戦争末期の1945年5月3日に竹長正春中佐が率いる日本軍部隊が東部ニューギニアでオーストラリア軍に降伏した出来事である。 捕虜となることを極度に嫌った当時の日本軍において極めて珍しい組織的な降伏の事例だった。1945年3月から4月頃、日本陸軍第41師団不評第239連隊は東部ニューギニア北岸、アイタペ南東内陸のトリセリー山脈南側で追撃してくるオーストラリア軍と交戦中であった。竹永正春中佐率いる 同連隊、第2大隊約50名は、第41師団ニューギニア作戦士によれば3月24日から、東方へ交代しつつある、連隊主力とは、離れて、独断で西方へ移動を始めた。ただし、竹長隊の小隊長の一人だった総長の、主記によると、逆に、連隊主力の方が、連絡もなく移動してしまったため、見捨てられたと判断して、独自行動に移ったという。 4月中頃、約45人の竹長隊は、家屋数個のタウ村に食料を求めて侵入した。投げ槍や手榴弾などで武装した村人が食料を探し始めた、日本兵を攻撃し、戦闘となった。間もなく村人は逃げ去ったが、双方に二人ずつの死者が、出た。竹長隊は翌朝に、タウ村を出たが、その後も付近に留まった。警察隊や住民からの通報で、 竹永隊の存在を知ったオーストラリア陸軍は、4月16日、第2、5大隊から CH マイルズ中尉の率いる1個小隊を選び、相当に派遣した。4月24日、マイルズ小隊は竹永隊と接触して銃撃戦となり、日本側2人が戦死した。ひとまず追跡を振り切った竹永隊であったが、それ以上は戦闘を続けずに投降することに決めた。 平が以前から所持していた幸福勧告ビラに英文で幸福条件などを書き加え棒に結びつけて後へ残した。マイルズ小隊の石膏がビラを発見して持ち帰った。5月2日、オーストラリア軍は西方のオムグラー集落付近で竹長隊を発見し、現地人を案内に立てて接触を図った。日本側から二人が軍師として訪れて交渉し、翌5月3日、 竹永隊は、ボムグラー集落で降伏して、武装解除された。この時の兵力は、竹永中裁下42人で、軽機関銃5丁と、小銃17丁、拳銃5丁、弾薬750発を装備していた。捕虜たちは、マイルズ小隊に護送されてマプリック飛行場まで3日間の、行軍を整然と行い、そこからアイタペへ空輸された。日本側の他の部隊は、 竹永隊が道に迷うなどして、行方不明になったと考えて捜索していたが、オーストラリア軍が散布した、プロパガンダビラによって、竹永隊の降伏を知った。竹永隊が降伏を決意した過程については、隊員全員の意思確認が行われたとする説と、幹部のみで決断したとする説がある。高橋文雄及びその調査に依拠した、畑育彦の話によると、 竹永中佐ら幹部が降伏で合意した後、全兵員が集められて、医師確認が行われた。高橋と畑良は、生還者の証言として、中隊長の一人から降伏は大隊長の命令だと告げられた上、降伏に賛成の者は拒手するように求められたとする。そして、約半数の拒手しない者に対しては、手榴弾を支給するから、直ちに実決するよう指示があったところ、 最終的には全員が幸福賛成に変わったという。これに対し佐藤清彦の話によると意思決定は幹部のみで行われて全員の意思確認はされなかったとする。佐藤の話によれば高橋及び旗が挙げた証言者たちは聞き取り調査を受けたこと自体を否定したという。そして新たに行ったインタビューや小隊長だった総長の手記から 主官と巡視官だけの幹部会で意思決定がされ、可視官兵には命令伝達されただけだったと推論している。ウェワク地区で日本軍を攻撃するオーストラリア兵当時の東部ニューギニア戦線では日本の第18軍が連合国軍の前線の後方に取り残され、戦略的には幽兵と化した状態でなおも戦闘を続けていた。連合国側の内アメリカ軍は アイタペの戦いで第18軍の反撃を撃破した後は日本軍を放置していたが1944年後半にニューギニア戦線を引き継いだオーストラリア軍は徹底的な総統戦を行う方針で日本軍を追撃した。日本軍の海上補給線は遮断されておりしかもアイタペの戦いで最後の物資の多くを失ったため戦力は著しく低下した状態にあった。 一個師団の兵力は、本来の戦時編成ならば2万人近くなるところ、1945年5月上旬には、わずか1000人前後に落ち込んでいた。竹長大隊とて例外ではなく、大隊といっても実数は、招待規模、しかも本来の不評は、約半数だけで、残りは、相タッペ戦で、全火砲を失って、解体された山砲兵第41連隊の、生き残りや海軍兵であった。 大隊長の竹長中佐自身も専門は、砲兵で、山砲兵第41連隊第3、大隊長からの転任だった。第18軍主力の食料及び医薬品は1945年9月末で、月、兵器も年末には、機能を失うと見られていた。7月には、一個軍の玉砕を根底に置いた、日本軍としても、異例の軍命令が発せられる、極限状況だった。 ある将尉は、最末期の状況を、もはや軍人ではない古事記の集まりになっていたと、回想している。当時のニューギニアの日本軍の極限的状況を示す、出来事として、人肉食の発生が指摘される。竹長隊についても人肉食を行っていたとする、見方がある。投降直前に、タウムラで殺害した住民の肉を食べたとの権利があり、オーストラリア軍が捜査を行っている。 保養尋問の結果、一部の隊員の関与を認める証言が得られたが、実行者は戦死しているとされて、不起訴となった。他に、自身の関与を認めた生存者の戦後の手記もある。田中俊之は、竹長隊の将兵が健康で規律が取れていたと、オーストラリア軍が記録していることから、隊全体で一段となって人肉食を常習していたと推測している。これに対し、 佐藤清彦は関与を認めつつも組織性は否定している。手記の記述などから田中の見解は疑問だとしている。こうした絶望的戦況であっても、当時の日本では先人軍に象徴されるように敵軍の捕虜となることははだしく不名誉とみなされていた。陸軍警報でも司令官が部下を率いて降伏することを片付けな。 食材の一種とし、特に野戦では尽くすべきところを尽くした場合でも、金庫6月に処すると規定していた。足立23代18軍司令官も、1945年3月18日に、絶対に、旅習の恥ずかしめを受けるなとの命令を発していた。実際、日本軍が、組織的に投降した事例は、極めて珍しかった。県の部隊が投降したのは、太平洋戦争では、 竹長隊の他に、後述する、同じニューギニアの事例2件と沖縄戦での、海上停戦第1戦隊が上がるくらいである。ただし、竹長隊以前に解無というわけではなく、日露戦争の法展開戦後1905年5月に、第1師団不評第49連隊の一個中隊が、丸ごと捕虜となった事例があった。捕虜となった竹長隊の日本兵たちは、 アイタペに1ヶ月ほど滞在した後、ラエやオーストラリア本土の捕虜収容所へと分散して移送された。捕虜収容所での待遇は良好であった。全員に対し捕虜尋問が実施され、特に竹長中佐は本格的な追加尋問のためマニラへ移送された。尋問の中で竹長中佐は第18軍の指揮官たちの人物表や天皇陛下が殺害されれば、 日本国民は最後まで抵抗するだろうが、天皇陛下の命令があれば素直に降伏するだろう、胸などを答えている。竹長隊では、捕虜尋問に備えて、投稿前に虚偽の舞台名や人名を取り決めていたが、オーストラリア側は、上枠での露覚文書から嘘と見抜いていた。なお、一部の捕虜は、露覚文書の翻訳や、投稿勧告用のプロパガンダ放送などに、協力している。 竹長隊の降伏後も、第十八軍は、同年8月15日の終戦の日まで東部、ニューギニアでの戦闘を継続した。竹長隊に代わって新たな人員で、不評、第239連隊、第2大隊も再編成された。しかし、この再編された第2大隊も、終戦直前の8月に、霊下のうちに個中隊が、相次いで、オーストラリア軍に集団投降している。 オーストラリア軍の記録によると、8月10日に単位以下13人、8月11日に単位以下17人が投降した。原因は、オーストラリア軍の投降勧誘のほか、竹長隊の前例に影響されたとも、死守命令がきっかけになったとも言われる。アイタペ戦後の第18軍将兵の生還率はわずか25%で、竹長隊の生還率84%を大きく。 下回った。竹長隊の降伏は、戦時中は、日本軍内では、非常に、不名誉な行為とみなされた。事件を知った、足立第十八軍司令官は、自らの不徳として、涙を流して、天皇陛下への詫びを口にしたりしていた。戦後になっても、不名誉との評価が、支配的で、あたかも、竹長隊は全滅したかのように述べる、舞台詞などもあった。 1986年の高橋文雄の記事により、次第に関係者以外にも認知されるようになったが、なおも幸福の事実を否定する軍関係者もおり、例えば第18軍参謀だった、堀江正夫は NHK のインタビューに対し、今まで投稿など聞いたことがなかったし、投稿した者はいなかったと信じている。胸を答えている。竹永隊の元隊員たちは、他部隊の捕虜と共に戦後に、 日本に復員した。竹長元中佐も民間企業に勤め、1967年に病死した。陸軍士官学校の同期生らは特に竹長を差別することなく、葬儀に参列している。オーストラリア軍交換戦士では竹長ではなく、竹中と恩赦表記されている。なお、佐藤が高橋に事情を確認したところ、高橋は証言者はすでに死亡したと偽り、 また、歴史と人物掲載の記事については一定の脚色を行ったことをほのめかしたという。兵器も第41師団と第20師団を合わせて迫撃砲一門、重機関銃20丁、軽機関銃24丁しか残っていなかった。小銃すら不足し、弾薬も11丁につき20から30発であった。書類上の編成は、大体本部と2個不評中隊、1個。 機関銃中隊からなる。実力は、竹長隊と同じく一個小隊規模で、銃機関銃一丁を持つだけだった。1975年、ACB000J87RQA。ありがとうございます。